どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト7、初めて購入してきました。この4口やねんけど、予想した2口と全く同じ数字。計4口。この4口で、今日、勝負したいと思います。かなり偏ってるけど、一口目がやっぱり、10番台が5個入ってるもんな。二口目も20番台3つと30番台3つで偏ってる。だから一桁が多く出たら本当に当選できない。あと平等に出たら、平等に出ても当選は難しいかな。だから多少は偏ってくれた方がありがたいねんけど、一桁は一つか二つは出る可能性はあんねんけど、多くは出ないと思うねんけどな。もし一桁出たとしても、多くは、出ないと思う。二回前が一桁四つ出てるから、二つぐらいは出る可能性あるかな。まあ、僕はもう一桁捨てて、今回は10番台から始めてんけど、かなりの賭けやけど。でも可能性はあるかな。今年2回当選してるから、可能性はロトセブンあると思う。まあ前回は全然あかんかったけど、まあとりあえず、この予想した2口と同じ数字の2口合わせて計4口、今日勝負したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。次は、抽選前の心境というか、そういう話をしたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。